カレルヤ。今日の御言葉はのテーマはこれです。使わな損損。どっかで聞いたような言葉、聞いたセリフですね。どっかで聞いたセリフ。私のお母さんがいつも言っている言葉です。私は1年に 2,3 回ぐらい実家に帰ります。皆さん、私の実家どこかご存知ですか？私の実家阿波踊りで有名な徳島です。徳島に帰るときに周りの人は、ああご両親、お父さんお母さん喜んでるわよ、可愛い娘さんのためにおいしいご飯準備してくださるでしょうと周りの人に言われます。実はどうでしょうか、本当はどうでしょうか。実家に久しぶりに帰ると、ただいま、私の親は早速、ああちょっとちょっとちょっと、それ運んでそれ運んで、ああ、あれあれもあれもあれもしてあれもして、ああのお店まで車で連れてって、私をこき使います。可愛い娘が久しぶりに帰ってきたから歓迎してくださるかと思ったら、私に、あら、だからこそ、あなたが帰ってきたからこそ、使わな損損。帰ってきたからもうどっぷり使わせてもらうわ。お父さんもお母さんもだんだん年取ってきたので、あそこが痛いここが痛い、いつも元気な私を見て、あれあれあれ、重いの運んで、あそこに行ってここに行って、使わな損損、いつもお母さんは言っています。神様から与えられたもの、使わないと損ですね、というのがテーマでお話をしたいと思います。今日の聖書の箇所はマタイ21章18節から22節です。今から読む箇所は今までと少し違います。イエス様はいつも嬉しい奇跡、いろんな祝福を、恵みを、癒しを、さまざまなたくさんの奇跡を今までやってこられました。ところが今回は少し変わった奇跡です。それが今日の箇所です。人が喜ぶ祝福がある奇跡ではなくて、呪いの木を呪った話が出てきます。こんな奇跡あるの？と思うくらいです。まず18節です。イエス様はベタニアに泊まって、朝早くエルサレムに向かいました。向かう途中にお腹が空いた、イエス様も人ですから、当然私たちと同じようにお腹が空きます。
ちょうどイチジクの木がありました。イチジクの木、よかった。ところがその木は葉っぱだけです。実がなかったんです。するとイエス様はその木をどうしたと思われますか。ああ、実がない、実がない、実がない、お腹空いたよ、騒ぐこともなく、その木を今後実がならない木になれと言われました。葉っぱはある、問題なのは実がないということです。だからイエス様は「この木は死んだも同じ、たちまちその木は枯れてしまいました」マルコの記述の中には、イチジクの木は実がなかった理由は季節外れだった、実がなる季節ではなかった、だから当然実がない。でもイエス様は実がない、おかしい、お腹空いてるのにと言って怒ってるわけではありません。実がないのはご存知でしたが、それを見てどうされたか。今後いつまでも実がならないようにと言われました。その通りにその木は枯れてしまいました。その枯れ方もマルコによると、次の日弟子がまた同じところを通りかかった時に見たら、昨日まであんなにふさふさとしていた葉っぱがあったのに、今はこんな風に根元から枯れてしまったと書いてあります。次の日にこんな風に枯れたイチジク、あんなにおいしい実がなる木なのに、そのイチジクの木がもう死んだと同じだから、その木は枯れてしまえと、そのおっしゃった理由は何でしょうか。私たちも一緒に今日その理由を考えていきたいと思います。イエス様がお腹空いたので怒ってこの木を呪ったのではありません。実がないことを、その意味は葉っぱだけはある、ユダヤ人は神殿にきれいに飾り立てて掟を守って律法に従って生活していました。しかし表だけの信仰生活でした。結局実がない
空っぽの信仰生活であったということを言っています。ヘロデ王、ユダヤの建てた神殿、立派な建てた神殿です。ユダヤ人は喜んで捧げ物をして礼拝を捧げしたり神様に仕えていました。しかしそれは表だけ、首から上のようなものです。下がない、根っこがないような信仰である。そのことを見てイエス様は、実がないのは死んだと同じ、実がない信仰は死んでるのと同じ、私たちはイエス様がユダヤ人に対してそう言ったと同じように、私たちクリスチャンに対してもイエス様は語っておられます。私たちは毎日食事の前にお祈りをして、毎日聖書を読んで、毎日日曜日教会に行って、恵まれました、感謝します、それで終わり。皆さん信仰の実はどうでしょうか。改めて思うときに、なるほど、神様から与えられている、一人一人に与えられている賜物、私はいただいたその恵み、恵まれました、感謝しますで終わるのではなくて、その賜物を用いなさいと主はおっしゃっています。木が枯れてしまった、まだまだ大丈夫大丈夫ではなくて、根元から全て枯れてしまった、その理由はもうこれ以上何の意味もない、役に立たない、ポイ終わり。私たちの信仰、イエス様に愛されているだけではなくて、愛されている私をさらに用いてください、一人一人それぞれ神様にお願いしてください。誰かが言った言葉があります。まあ孔子、儒教の教えの中にありますけれども、先祖を拝みますけれど、儒教は老人ホームを作ったことがない。先祖は大切にする教えです。拝みます、でもその人のために役に立つことは何か、また別の話があります。洗剤会社の経営者が牧師を話をしていました。ちょうどその時小さい子供が公園で遊んだ帰り、もう泥だらけになって道を通りがかりました。それを見て牧師は言いました。洗剤会社は、あなたは洗剤を売る仕事をしているでしょ、でも世の中にはきれいになりませんね、あの子供みたいにもう泥だらけの子が歩いてるじゃないですか、きれいになりませんねと言いました。洗剤会社の人は、そうです、使わなければ効果がない、洗剤は何のためにあるでしょう。皆さん
洗濯するときに洗剤入れますか？粉？液体派？どっちですか？どっち？粉、粉派の人。液体派の人。あ、液体派が多いですね。液体、皆さん好きな理由は知っています。教えてあげようか。粉よりも液体の方がいい香りがしますね。まあ冗談ですけど、いい香りが、いい洗剤を使えば使うほど服の香りも良くなります。だから買ってきました、新しい香りのいい洗剤、使ってみたい。高かったのでなくなるのもったいないから部屋に飾っとこう。使わなければドロドロの服は綺麗になりません。洗剤を使うからこそ綺麗になります。そうですね、洗剤は何のためにあるでしょう。使わなければ意味がないです。だから使ってこそ効果があります、効き目があります。イエス様の生涯読んでみると、なるほど、イエス様はそれ違う、あれもダメダメ、戒めるために来たのではありません。憐れみを持って癒したり奇跡を起こしたり、私たちに永遠に続く命を与えるために正しい教えを持ってきてくださいました。残念なことにユダヤ人は律法を守っています。でもイエス様こそ生きた身、生ける永遠に続く命、イエス様が持ってきたその身を拒みました。もったいないことです。イエス様こそが永遠に消えることがない愛、命、イエス様こそが身です。滅びるものではなくて永遠に続く身です。私たちをそれを用いるべきです。イエス様が与えてくださった身を用いなければ、賜物を用いなければ頭から上だけの知識で、頭から下は行動がなければ意味がない。弟子たちはたちまちにイチジクの木が枯れてしまったのを見て驚きました。ああ、私たちもそうならないようにイエス様はその理由を語ってくださいました。はっきり言っておく、もしあなた方も信仰を持ち疑わないで信じるならば、イチジクの木に
起こったと同じようになことができるだけでなく、山に向かって海に飛び込め、その通りになります。これはユダヤ人の、山に動くというのは、山が動くというのはユダヤ人の慣用句の意味がありますけれども、イエス様は本当に山を動かすことがおできになりますと信じます。疑わないで、信じるならば何でも与えられる。聖書の中にいくつか物語があります。一番目は金持ちの男の人とラザロの話があります。お金持ちの男は何か盗んだり騙したりしたわけではありません。真面目です。お金を持っているいい人です。でもその人はどうなったでしょうか。死んだ後、どうしてでしょうか。門の前にいたこの男、貧しい男、何も助けなかった。お金持ち、お金はある、自分のことだけしか使いませんでした。人助けをしませんでした。使わなかったんです。二つ目の物語は、自分の魂を失った豊かな農場主の物語があります。農場主はもう大豊作だ、喜んで、今年はよく取れた、蔵に納めました。もう蔵がいっぱいになった、そうだ、もっと大きな蔵を作ろう。大きな蔵を作りました。また次の年も大豊作で、嬉しい、あ、また入らない、入らなくなったので、もっともっと欲深くなって、もっともっと大きな蔵を作りました。やった。神様はそれをご覧になって、もしもし、あのね、今晩あなたは死ぬんだよ。死んでしまいました。大きな蔵に入れた収穫はどうなったでしょう。役に立たなかったんです。3つ目、祭司とレビ人、祭司とレビ人の物語、良きサマリア人の話です。最高に立派な仕事を私はしています。あそこに強盗に襲われた人が倒れている、見ないふりをして過ぎ去りました。律法学者も律法をいつも読んでお祈りしています。あの倒れてる人、見ない見ない見ないようにしよう。二人とも神様に仕え、神様の律法を学んだ立派な人ですけれど、何も使っていません。自分の勉強で終わりです。人を助けませんでした。外の暗闇に放り出されたしもべの話があります。そのしもべは主人に信頼されていました。お金預けられました。そのしもべは預けられたお金を持って、やった、どうしようかな、何に使おうかな、このお金で
いっぱいあるから、そうだパチンコ使おうと使ったわけではありません。主人から預けられたお金をどうしたか。めんどくさい、もう穴を掘って埋めてしまえ。他の人は預けられたお金を使って商売をして2倍10倍儲けました。でもこの人は土の中に埋めて終わりです。放り出されてしまいました。主人に放り出されて暗闇の中で歯ぎしりしました。使わなかったので後悔します、歯ぎしりします。5人の乙女の話があります。賢い乙女とは逆に、その乙女は遅れて戸が閉められてしまって入れませんでした。なぜでしょう。前もって油の準備をしていなかったのです。灯火が消えてしまったので油の準備をしていなかった。葉っぱはある、でも実がなかった理由は何でしょう。役に立たなかったからです。からではなくて、そうではなくて、私たち一人一人神様から与えられているいいものが、それぞれ持っているものがあります。神様から与えられているものがあります。賜物、良き賜物があります。それを与えられているので、ただそれをもらってもらって、恵み恵み恵み、感謝感謝感謝、たくさんたくさん食べてお腹いっぱいになって、それだけではそれだけではよくありません。前に死海の話をしたことがあると思いますけど、あの死海はどうして死んだ海というのでしょう。それは流れた水が流れて流れてもらうだけで、そうで流れていかないので塩辛くなってしまって死んだ海になる、魚もいない海になります。私たちは恵みをもらってもらって、もうお腹がだんだん大きくなって太ってしまうのではなく、そうならないように与えられたものを用いて神様に喜ばれる人になりたいと思います。どうしたら身を実らすことができるのか。疑わないで信じる信仰が大切であると教えられました。そして何よりも助けてくださるお方がいます。それが聖霊様です。聖霊様、弟子は天に帰るとき、弟子たちは天に帰るときにイエス様の代わりに聖霊様が与えられます。聖霊様が与えられるときに力が与えられますと主がおっしゃいました。ヨセフのようにいつも主が彼と共におられたので、同じように私たちも聖霊様の働き、いつも聖霊様が共に働いてくださる、働いてくださるお方がおられるということを覚えてください。聖霊様が共にいます。私たちはただ教会に集まって牧師のお話を聞いて終わるだけではなく、神の御言葉を人々に配っていく。でも私たちはそれを聞いて聞いてあーんあーんして子供のままで受け取るだけではなくて、自分でどんどん御言葉を食べて、そして力強くなって次から次から次へと人々に御言葉を伝えて育てていくことが必要です。身を実らせることが大事です。ある人は30倍、
60倍100倍の実を結ぶ、豊かな実を結びます。このような言葉があります。もし私が魚一匹誰かにあげます、その人は一日魚を食べて終わりです。でももし私がその人に釣りをする方法を教えたならば、私がいなくてもずっと食べていけます。釣りのやり方が分かっているからです。同じように最後にペテロの手紙第一4章10節、あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として恵みを捨てないで、良い管理者となってその賜物を生かして互いに使えなさい。生かして、新改訳で、新改訳の聖書では用いてという言葉が書かれています。英語では使う、 use、 使う賜物をどうするか、取っておかないで飾るのでもなく使う、使わなければ効果がない、使わなければ役に立たない、役に立つので使うべきです、用いるべきです。それぞれ与えられた賜物を用いて、兄弟姉妹が互いに助け合い、使い合い、もっともっと素晴らしい教会、神の家族となって成長していきたいと願います。疑わないで、信じるなら何でも与えられるという御言葉を信じて、私たち一人一人に与えられた賜物を生かして、用いて、まだイエス様のことを知らない人たちにもイエス様の愛を伝えていきましょう。アーメン。お祈りします。あ、最後これがあります。ハレルヤ。恵深い天のお父様、今日の朝お一人お一人集められて神の御言葉を聞くことができたことを感謝いたします。使わなければ損損、その通りだと思います。神様から与えられて、個人個人与えられた賜物をただ飾っておくのではなくて、取っておくのでもなく、その賜物を生かして用いて、神様に喜ばれるものとなることができますように、私たちの信仰を聖霊様が共に助け導いてください。一人一人神様から与えられた賜物を感謝して、まだイエス様のことを知らない人々にも一人一人の多くの魂を救われますように、どうぞ一人一人の信仰を守り導いてください。感謝します。今週もイエス様と共に歩む道、あなたが導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。